はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日も引き続き、翔平図のグローブ紹介をやっていこうと思うんですけれども、翔平 TV 最古さんって言ってもいいぐらいのね、視聴者さんというか、翔平図のメンバーの方が今日は、僕もちょっと本当に久々に、お会いすることができて、またね、とんでもないグローブがあったので、去年も一回グローブ紹介させてもらってるんですけども、それとはまた別で、あるメーカーに絞って、僕も大好きなメーカーなんですけど、グローブの方を4つほど紹介させていただこうと思います。それでは、大久保くんよろしくお願いします。はい、大久保くん、お願いします。お久しぶりです。今日もね、久々に一緒に野球だけ楽しかった。大久保君といえば、まあ、大丈夫、スラッガー調って言ったらいいのかな。まあ、そうです。いいほど狂ってるほど好きみたいな。間違いないです。去年もちょっと珍しいグローブを紹介させてもらって、はい、今年も、まあ、ほぼね、バッグの中見せてもらったらね、スラッガーしかなかったんで、その中でちょっと厳選して4つの方を紹介させていただこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあまず1個目のグローブ。はい、これがスラッガーのオーダーグラブです。これっていつオーダーしました？これが今年の1月号です。おお、今年の1月にしてはだいぶ使い込んでるな。そうですね、結構使ってます。主力？いや、結構他のグローブと迷いつつ。それでもこんなに味出るんだよ、1年でスラッガー特有の何ていうか汚れ方っていうのかな。あ、そうです。っていうのがすごい伝わってきますね。で、これウェブのところに魂って。だから私、僕も今年スラッガーのグローブ年始に買ったんですけど、はい、同じウェブしてて、で、ここに入るんですよね、しっかりと。そうです。なんかここにアグレッシブって入ってる場合ありますよね。あ、あります。ですよね。ただこれに関しては、まあ、刺繍魂と入ってます、はい、で、親指が、まあ、お名前、はい、の刺繍と新年アグレッシブって入ってるんですよ、背面に。刺繍の位置が違うんで。そうです。で、このラベルってもしかして復刻？結構復刻とか、まあ、昔のやつだよね。最近じゃ まあこの四角ラベルって見ないし、はい、しかもなおかつね、あの赤白で縁金か。はい、ちょっと渋めで。これはいいな、すごいな。これ元の型としては何を使ってますか？一応、AR1、AR2 です。 AR2 じゃあ、はい、まあどちらかというと深く使う。そうです、深く広く。うんうんうん、まあ、スラカダの広いポケットをさらに深くしたっていうちょっと新しめな型です。はい、3年ぐらい前だっけできた。そうです、そのぐらいですだよね。で、カラーリングがウェブがレッド、玉はみも、ああ、玉はみもレッドで、トレンチクリームじゃないんですよね、トレンチなんですよね、はい、そうです。もう今クリーム選べないんだっけ？これはもう選べないだよね。代わりにトレンチになったんだもんね。で、補給面とかはもう他大体がウッド。はい、赤と気づかなかったんで、正直言うと。で、しかもほらトレンチもブラウン系だし、一応系統としてはね。そうです。で、ウッドもブラウン系じゃないですか。なんか全部が同色を外していってるみたいな。そうです。でも全部同色系統だよみたいな感じのがすごいオシャレだなと。ありがとうございます。思いますね。これなんか型の特徴とかこだわりとかっていうのがある？一応、まあとりあえず右側、薬指、はいはいはい、中指をちょっと広く扱いたいなって、ね、だからこうだってこうだってる感じですよ。そうです。だからでも当てもできるし、ちゃんと掴むこともできる。うん、うまい人のグローブだ。はい、これは軟式？そうです、軟式です。あ、まあ軟式だから逆に1年でここまで使い込んだ感が出たのか。そうです。でもスラッガーの軟式にしては革質いいな。結構張ってるグローブです。で、ちなみにこれお店とかってどこで？東広島の東ポさんで。どんなとこまで行ってるのよ。いや、一応、インスタグラムから。あー、もう型番とかを知り尽くしてるから、はい、オーダーするときに別に店舗に行かなくてもいいってことだよね。いいかな。スラッガー狂ってくるとこういうことができる。なるほどです。じゃあちょっと1個目ありがとうございました。じゃあまだまだどんどんあるのでね。はい、で、まあ、2個目なんですけれども、ちょっとね、僕はこれ衝撃でした。そちらが、はい、これですね。はい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 、スラッガーのキャッチャーミットです。これもオーダーですか？いや、これは違います。型番書いてある。2色あるんだ。そうです。まあ一応好きな赤が入っていて、小ぶりすぎない。はい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 。これオーソドックス、スタンダード。そうです。な型なんですけれども、スラッガーって僕の中だと、僕もスラッガーのミット持ってるんですけど、はい、親指の芯がどちらかというと厚めかなって思ってるんですよ、はい、これ薄くないですか？厚めのもあるんですけど、やっぱ内野手やってると結構親指に当たっちゃったりするんで。そうそうそう、ちょっと薄めのですよね。いや、スラッガーでもあるんだよ、薄めのミット。そうです。ポケットめちゃくちゃ深いですね、これ。はい、深めに深めにしてて、手のひらにポケットがある感じ。そうです。ただウェブ下まで続いてる感じ。それがそうです。あの親指の付け根で取ると、うんうん、クロスプレーとかでちょっと取りにくいなっていうのがあるんで、はいはいはい、なるべく縦で使いたいな。そうですね、本当に縦になってますね、これ。横だったらこうですもんね。はい、これが背面から見るとこうか。
なんで結構な縦型のミットとなってます。これも軟式っすね。はい、もう軟式です、ね、うん、軟式なんですけど、これもね、なんかスラッカーっぽくない革の張りしてる。そうなんです。なんか当たり引いてない？結構当たりが多いです。な、言い方悪いけど、スラッカーって両極端に分かれるじゃないですか、はい、軟式だと、公式だとそんなないけど、なのでなんかすごい引きが強いなって。まあ使ってる人が上手いからそういう革になってくるかもしれないけどね。で、なんかより一番のこだわりとかってあります？一番は、まあ、やっぱりこの補給面、うん、ウェブで取るってよりも人差し指の付け根、行ったさっき言った手のひらに近い部分、 そこで一番取るともう爆音が。そうですよね、すごい。だってウェブ下にグリスなんか入ってるわけねえんだから。そう、入ってるの手のひらなんだから、はい、そこにね、あのしっかりと止まってるところでなれば音が鳴るし、なおかつそういう風なのができるようなポケットになってるので。これどこで購入したの？一応こちらが楽天市場の方で。おお、そうなんだ。じゃあ、え、あれとかかな、スワロスポット。あ、そうです。だからか、店舗別注みたいな感じなのか。楽天にも置いてあったりするグラブなんですけど、まあ一応限定にはなるのかな。カタログで見たことないな俺これ。一応店舗には大体置いてあるのかな。あ、そうなんだ。じゃあ今もう2色カタログ置いてあるんだ。アグロブミットか多分。スラッカーも草野球向けになってきたね。こだわりのミット2個目ありがとうございました。じゃあね、次のグローブは、はい、なんて言ったらいいかな、スラッカーらしくないのがついに登場したよって言っていいのかな。そうです。のグローブが、はい、こちらです。これは今年の夏、夏頃ですね。そうですね、2020年、もうちょっとね、いつ出るか分かんないから、2022年の夏に発売されました DS1 小指2本入れ仕様のグローブです。スラッカーだったら今までに絶対ないよ部類の異色のグローブが。そうですよね。あの買ったくんなんに深いグローブを作らなかったスラッカーが AR シリーズから急に、はい、まあ深めになったじゃないですか、はい、トレンドに、はい、ついに、ただそれでも今まで小指ってなかったじゃないですか。ついにできましたと僕はびっくりしました。自分もびっくりです。ですよね。でも大体の小指のグローブってここ結構狭いじゃないですか。でもスラッカーにしては確かに狭いです、うん、狭いですけど、そんな言うほどでもないっす。86、87よりはちょっと広いのかな。うん、あのウィルソンですよね。そうです。でなおかつ指股入ってるんですね、小指仕様で。はい。で逆巻きなんですよね。ってことはスラッカーの良さを生かしつつ、はい、小指2本入れ仕様のグローブがこの度出ましたということです、はい、どうですか使ってみて。使ってみて、まあ、まだ、まあ、大体1、2ヶ月ぐらいしか使ってないんですけど、うん、来年に向けてって感じで作っていて、まあ、まだ握り替えはまだ不得意なんですけど、はいはい、シングルの安定性は結構。あ、じゃあもう逆進とかは気持ちよく入るって感じ。入って小指の良さだよねそれが、はい、ちゃんとね、まあ、スラッカーなんでね当たり前なんですけど、ウェブ下補強がされているので、深いグローブってウェブ下で取るのがまあまあ手のひらで取る人もいるし、あの早急なんかどうしてもやっぱウェブ下になっちゃうんで、はい、そういうところでもしっかりと補強されてるよっていうのはね、すごいやっぱスラッカーの一番の僕はこだわってるなというポイントの中の一つでも思ってるので、はい、でなんか他に特徴とかってあります？特徴は自分はそのあまりウェブ寄りで撮らないようにしていて、うん、そうですね、ポケット見てもすごい分かる。やっぱりその人差し指下でなるべく撮るように、この辺ですね。だからね、ウェブの汚れが全然ないですよね。あ、松井和夫監督の現役時代のグローブみたいな感じで、とてよりにやっぱ汚れとかスレが多いグローブだなってすぐ感じますね、はい、これはちなみにどちらで購入されました？こちらもあの楽天市場さん。あ、じゃあ多分スワロー。そうです。おい、湯もみはスワロー。湯もみは全部自分で。ちょっと握ってもいいですかこれ。あ、はい大丈夫です。すいません失礼します。あ、スラッカー得意の親指の癖が全然ない。寄せました大丈夫？そうですね、寄せました、まあ、じゃないと。そうですね、親指はだいぶストレスありますので、はい、じゃあもう来年はこれをちょっと主に使っていこうかなって。これを中心に守っていきたいなっていう。まあね、最近ちょっと見てなかったから、来年少しずつ来てくれればね、はい、僕もちょっと終えてるんで。はい。ちょっと来年はこれ頑張ります。頑張って使ってみてください。はいはい、はい、で最後のグローブは派手だよね。派手です。派手プラス、まあ夢だよね。夢です。はい、その理由が分かると思います。こちらです。オールスター幻の、そうです、特別使用グラブっていう形。本来だったらオールスターで使われるはずだったグローブってことですよね、はい、なかったけれども店舗で売られてるのはもちろん見たことあったんですよ。使用した感のグローブを見るのは正直言うと初めてです。汚れ目立たないです。目立たないです。基本雨の日、うん、グラブが重くなるのが嫌なんで、はいはいはい、水弾いてくれるので、うん、汚れたらタオルでさっと拭けば。そうですね、使用後も結構。本体カラーが結構イエローになるんですか。で、革じゃないよね、ここ。はい、特殊なエナメルじゃない、全然。うん、そうそうそう。でも、本革じゃありませんと。はい、
ただまあ補給面はがっつりとしたちゃんとした革です。これは一応型番は何だ、一応 25mm です。いやーでね、めっちゃ浅い。浅いです。あの人差し指下で取るっていうのこだわりがすごい出てるグローブしかも幻のオールスター限定モデルをがっつり普通に使用するあたりがね、もう本当にねスラッガー愛を感じるグローブですね。夜でも野球できそう、結構目立ちます。ナイターとかこれやばいでしょ、キラキラに。でしょ、これ持って自転車運転してたら絶対に相手分かってくるね。なんか一番のこだわりとかは、こだわりはどちらかというとこのグローブ補給面が思ったより広いので、うん、めっちゃ広いですよね。なるべく中指薬指を中心にゴロは取るように、本当に今までのグローブとポケットの位置は本当に変わらないなと、はい。まあ、広さとかはあのグローブの元々の型があるので、はい、それはもちろん変わってくるのは分かるんですけども、型作りの仕方が変わらないなっていう。そうです、ここまで一緒にできるのすごいなって。これも自分で湯もみ。あ、そうです。すごいな。でちなみにスワローさんで。あ、そうです。ネット張ってんな軽いね。軽いです。まあスラッガーってもともと軽いんだけれども、それにしても軽いからやっぱこれ、それが背面の効果なのかなと思う。そうです、思いますね。クリスがね一切ね抜けてないって言ったらいいのかな。そうですね、自分で補充したりやっぱり、はい、だろうなとは思ったスラッガーって抜けやすいわけじゃないんだけれども、皮が薄い分ちょっとね、あー抜けてるなーとかって減ってきてるなって感じやすいグローブじゃないですか。そうです。でもしっかりとこうやってね、手入れさせてもらった時にくっついてるなっていうのが分かったので、でなおかつ新品のスラッカーってちょっとグリス分かりますよね。あ、分かります。なんとなく分かるんですけど、そういうのが一切感じなかったので、まあこれもじゃあ来年も使っていこうかなみたいな。そうです、基本このグラブは練習前とか、あとは雨の日とかっていう風に使い分けてます。なるほどね、スラッカーで使い分けするのか。はい、なるほどなるほど。あ、サムホール入ってる。はい、指の S マーク、こうフィット感があります。あんまりね、確かに既製品だったらサムホールのグローブあんまないじゃないですか。はい、もっとね、つけてほしいなって。そこでスラッカーで S なんですけど、はい、僕も今度もしスラッカー買うときあったらサムホール使ってみようかななんて思ってるので、ちょっと見れてみてよかったです。はい、はい、ということで、本日は、大久保くんの方に4つのねスラッカー熱半端じゃないグローブを、はい、紹介してもらいました。まあ、スラッカー今でもね、それこそ最近ちょっとさっき言った通りコインのグローブが人気でウィルソンが人気だったりだとか、ちょっと前より、まあ、若干落ち始めてる部分もあるじゃないですか、世間的世論的人気で言ったら。でも固くなに合わせてこなかったブランドが、今どん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 こういうに仕様にしたりとか、こういう派手なグローブ作ったりとかね、オールスター限定で、はい、とかあるので、ぜひぜひ皆さんね、もう一度スラッカーちょっと興味なくなっちゃってなんか人も再度チェックしてもらいたいところです。はい、といったところで参考にして小指2本のグローブだったりとか、深いグローブなどもぜひ購入とか検討してみてください。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。来年もね、もしよかったら、はい、とか翔平TVの撮影とかぜひどんどん来てください。はい、はい、ということで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。 OK、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。